はい、皆さんこんにちは、マイニーです。今日はこちら見えますか？綺麗。これとかはい、こちらすべてですね、見せたいこちら全部ですね、職人さんが一個一個手作りしてる伝統工芸品でできているネイルアイテムになります。うわー、かわいい。これは西陣箔、こっちは螺鈿彩、見えないけど、七宝など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 です。はい、今回はちょっと説明が長くなりそうなんで、動画でここの手元で撮りながらお話ししたいと思います。はい、楽しみ。じゃあ早速やっていきましょう。こっちで行きましょう感じて、はい、ちょっとこのシートが反射しちゃってるんですけど、今回はこちらを使ってデザインをやっていきたいと思っております。可愛くない？これ七宝フレーク、これが漆フレーク、これとこれが螺鈿彩フレーク、シェルみたいな、まあシェルなんだけど、よりもなんかね、薄くて使いやすそうだよ。そして色めっちゃ綺麗じゃない？これね、私のお友達のネイリスト、ネイルサロンアイリッシュをやっていたアイリさんがね、手掛けている伝統工芸品をネイルアイテムにしたやつなんですね。で、これおしゃれや。これは螺鈿彩シート、シールになってるやつですね。自分で好きな形に切って使うやつで、これが西陣箔シート、うわ、おしゃれー。これで、これベーシックブック BB だって。こんな感じで、こっちが西陣箔5種類と、この裏ね、これひっくり返して裏は螺鈿彩シート5種類。これ一個一個全部職人さんの手作りだから、全く同じものはないみたいよ。これ入門セット、さっきのやつがちょっと少量だけどまとまって入ってんの、全部見せちゃうよ。これが漆フレーク、七宝フレーク、螺鈿彩フレーク、螺鈿彩シート、シールね、西陣箔シートだね、入門セット、はあ、ワクワクしちゃうよ、こんなに綺麗だと。これもね、あるの全部見せちゃう。もう一個一個ちょっと説明できないから、いっぱいあってごめんね、この出し方で。で、これはウィンターコレクション、さっきの BB ベーシックブックの形なんだけど、中身が違います。これ西陣箔だね。反対が螺鈿彩シート。うわー、この赤やばい、めっちゃ可愛い。黒みたいなのめっちゃかっこいい、見て、きれい。でこれもだから全部一個一個職人さんが色をつけたり染めたりしてんだよね。はい、っていう感じです。今お見せしてる画面上にあるこの商品は、トラディショネイルの常に発売されてる商品で、さっきのこのウィンターコレクションとか書いてある、こういうのあるでしょ。これはあの季節ごとにこうその限定で発売されるものがあるんだって、その季節で。この辺細かく見たい私。ごめんなさい。これは後で使う。結構薄いシートなのよ、これ普通のあのシェルシールあるでしょ、あれと多分同じぐらいだと思うんですよ。で、七宝フレークがちょっと厚みがある商品なんで、これにしようかな。うわ、でもこの辺も使いたいね。これはね、後で使うよ、かっこいいから。これも使いたいね、これかっこいいな、これもね。で、これが漆フレーク2とキスケだったかな、かわいい。で、今回は100均のカラージェルと組み合わせたい。せっかくなのでセリアさんのこちらのシルキーピンクのマグネットジェルをベースに使おう。まあ2度塗りでいくか。これちょっと1回硬化します。はい、じゃあちょっと2度塗り目でマグネット光らせていこうかな。結構クリア系のやつなんで、マグネットでかいの使わせてもらうね。中に集めたんで硬化します。はい、じゃあ硬化したんで早速これを使っていきたいと思います。まずは漆フレーク、なんかゴールド、赤、茶色っぽい色とかいろいろ入ってます。乗せたいところにクリアジェル、赤欲しい、ゴール、あ、じゃあ飛び出したこの子使おう。なんかさ、こうふとこう目に留まったやつがさ、伝統工芸品が乗ってるってめっちゃかっこいいよね、ロマンだよね。飛んでかないで。結構しっかりしたフレークだね。あ、で裏と表で色が違うのね。うわー、困りますね。
前も実はコロナぐらいの時にご紹介したことがあるんですけど、その時この漆のフレークってシートになってたので、自分で割って使うみたいな感じだったんだけど、今回のこの感じもいいね。多分これで全部かな、このシリーズは。何、ポピーレッドみたいな色の赤と茶色とゴールドかな、あと薄茶色もいるね全部乗せちゃおう。じゃあこんな感じで一度硬化していきます。尻尾、これかわいいよ。このシルバーの方が裏ね、でこっちが表、かわいい。はい、もう一回クリアジェルを乗せていきます。これもね、フレークだから全く同じ形が入ってることはないんだけど、いい感じのやつを探そう。こうやって重ねたいな、私は。上にね、漆のフレークが見える程度に重ねていきたい。わ、かわいい。よし、ちょっとこれも一回硬化します。ちなみにこの尻尾フレークってガラスなんですよね。ガラスを700度から800度の熱で金属に焼き付けるんだって。そうするとこの黄色い方ね、色がついてる方のこの奥行きのキラキラができるみたい。はい、このような感じです。うわ、どうする、もうちょっと乗せちゃいたいんだけどこれいく、これラデンサイフレーク1、このなんかグレーっぽいような感じ、やっちゃうか、やっちゃいたいし。これもほんとペラペラなんだよね。シェルっていっぱいあると思うんですけど、乗せるタイプの。これめちゃくちゃペラペラなのよ。わかるかな、ほら、見えないぐらいペラペラでしょ。じゃちょっとだけ乗せよう。ちなみにこの尻尾は一番厚みがある感じなんで、こうちょっとボコッとなりますね。よし。まあでもあんまり大きなの乗せんとこう。ここの範囲で終わらせる。さりげないよ、この色は。なんか乗ってんねん、他のやつも、みたいな感じになると思う。よし、じゃあ硬化します。はい、じゃあこれで一回トップを塗っていきます。わあ、わあ、覆うとラデンサイフレークが奥行き感を増してくるね。でちょっと凹凸が残るが、このまま硬化していきたいと思います。かわいい。よし、じゃあ硬化します。はい、で今ちょっと尻尾がポコッとなっているので、この上にこちらセリアさんのアイシングジェルを使っていきたいと思います。ちなみにさっき私尻尾の話しかしてなかったけど、漆もね、なんか一回シートにしてそれを使いやすいサイズに砕いたやつなんだって。ちょっと私漆の作り方を知らないので申し訳ないですけど、漆ってあれだよね、お椀とかなんかそういうやつに使われるやつだよね。じゃあ硬化します。はい、もう一個が、ラデンサイフレークと、これさっきの漆なんだけどちょっと色が違う、なんかネイビーっぽい色が入ってます。で西陣箔シート、めっちゃ、待って、めっちゃ綺麗やん、待って、宇宙みたい。なんかね、西陣箔もラデンサイも同じ職人さんがね作ってるんだって。はい、ちょっとじゃあこれ使います。オーシャンブルーマグネット、これちょっとマグネット動かないけどこれでいきます。パールカラーとして使わせていただきます。てかこの色綺麗なのにね、この色というだけで販売してくれないのかな。よし、じゃあちょっと一旦硬化します。はい、では二度塗りして、マグネットは動かしてません。はい、今回はねこれを使って、なんか夜の海みたいなイメージなんです私。だからまずはラデンサイフレークのこの青、綺麗、綺麗や。どういう感じでしょう、ちょっとどこに乗せるかまだわかんないから、ちょっと全体にクリアジェル乗せといて。やっぱでも大きすぎると多分角が出たりするので、まあそんな、うわめっちゃ綺麗、ふわ、え、もうこれだけでいいやん、これだけでいいやん。うわめっちゃ綺麗、深い青だねこのラデンサイフレーク。ちょっと細かいのをチラチラ置いていこう。それでさ、アイリさんってすごいパワフルな方なんですよ、いつもすごいなと思ってるわ。うわー、綺麗、綺麗すぎる。わかります？ちょっとベースがあえて暗いから、なんか馴染むようにしたかったんだけど、めっちゃ奥行き出るね。わかります？このちょっとね、じゃあこんな感じです。見えますか？ちょっと暗いから見えにくいかもだけど、こんな感じです。これで一旦硬化します。はい、ちょっとやっぱ漆のせるわ。ネイビーっぽいのがさあるからさ、ネイビーっぽいの乗せとこう。ここであえてさ、このキラキラしてないこういうのが入ってきてもかっこいいのではないか、果たして画面に映っているのであろうか、これちょっと赤が入っててもいいんじゃないかあ、いいですね、いいですね。よし、ちょっとこんな感じでもう一回ちょっと硬化します。
じゃあこんな感じになったんで、今度西陣白のこの超絶綺麗なこれを貼りたい、ちょっと貼りたいところにノンワイプトップをちょっと塗らせていただきます。ちょっとこの辺の子たちが見えなくなるかもだけど、貼っちゃいます、この辺に。よし、じゃあ硬化します。うわ、どこ切ろうかな、でもこの辺でいいかな。どういう形、こういうちょっといびつな形にしとくか、2個ぐらい切っとくか。はい、で今硬化終わったんで貼りたいと思います。なんか爪のカーブに先に合わせてこう曲げとくといいらしい。てかさっき全然関係ないんだけどさ、このシートの裏も超絶おしゃれなんですけど、たまたまこうなってんのかな、めっちゃ可愛いよなんか裏。はい、でこのシートね意外と柔らかく曲がるんで、で剥がして、あ薄いね、あでも結構貼り付けやすいね。これはどうする、いる、いらない、ちょっとこの辺がなんか寂しいかな。あえてこれを乗せる、ゴールドとか乗せとく。はい、じゃあこれで硬化します。はい、じゃあちょっと拭き取りが必要なマットトップ使ったんで拭き取ります。マットでも可愛いね。でちょっとこの凹凸があるのをファイルで削る、まあそんなにないんだけど、一応ね公式のやり方でバーッとで、ちょっと触りながら削って引っかかりがなければ OK かな、もう多分大丈夫で、最後ちょっとスポンジで慣らして、で表面をもう一回拭き取って、でトップを最後に塗る、ちょっと乾いてからね。でマットの状態でも綺麗だね。じゃあこれでトップを塗ります。めっちゃ綺麗。え、てかこのラデンフレークすごいね、なんかあのお世辞とかじゃないよ友達のやつだからお世辞とかじゃないんだけど、めちゃくちゃ奥行き出るね、こんなにペラペラなのに。なんかそうやって説明にも書いてあったわ。よし、じゃあちょっと表面整えてこれで硬化します。はい、完成しました。これちょっと動画外で一番右のやつやりましたけど、こんな感じでできました。ちょっとシンプルめなものから盛りだくさんのものまで作ってみましたけど、いかがでしょうか。どれもおしゃれだね、めちゃくちゃおしゃれになるね。ちょっと1個ずつ爪に乗せてみよう。これ1個目にやったやつ、これいいね。これ全部ベース同じにして 1,2 本こういうのがあるとポイントになっていいと思います。はい、で次が夜の海星空を添えて名前出すさ、ちょっとネーミングセンスがないもんで、でも奥行きすごいよ。これやっぱ全部素敵なんですけど、ラデンサイフレークが多分一番好きなの私。綺麗。はい、でした。で最後のやつだけ、まあ、動画外で作ったんですけど、ベースのカラーはね、これもセリアのミルクブラウンのマグネットを一応使ってます。まあほぼほぼ見えないんですけどね。でこの超絶かっこいいラデンサイシートをカットして、ここの上になんか一応全体的に乗せれるようにカットして貼りました。でトップを塗って、でその上にアイシングジェルでこういうガラス細工みたいなぷっくりを作ってます。これめちゃくちゃかっこいいね。あのこのぷっくりしなくてもかっこよかった。しまった、そこ取っとけばよかった。でこれも一個一個色つけてんだよね、職人さんが。はい、という感じで3つ完成しました。どれも好きだけど、やっぱ色合い的にはこの真ん中が好きだね。でこれはやりやすくていいかも、色とか組み合わせ何でも OK だから。こんな感じで仕上がりました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。一応ここでもお見せしよう、こんな感じで出来上がりました。はい、で今回なんですけど、まあ、あのお仕事として今回動画を撮らせていただいてるんですけど、なんていうかこうアイリさんのね話を聞いてたら、なんか熱い思いがあったので、私もちょっと賛同して今回ねやらせていただきました。基本的にはセルフネイラーからプロネイルアーティストまで楽しんでいただけるネイル素材ブランドで、あとはトラディショネイルイコール和ネイル、和のファッションだよねっていうのを覆したいって書いてあるアイリさんの思いとしては、ネイルの素材で
伝統工芸に触れやすくしてこう広めていきたいっていう思いがあるみたいです。でまあその思いの中にもこの職人さんの後継問題、後継ぎというかなんか労働問題とかその話を聞いてたら、じゃあ私後継者やろうかなってちょっと一瞬思っちゃうぐらいでした。それはちょっと おこがましいというか私ではないなと思ったんですけど、後継者がなかなか少ないというのが問題だそうです。日本の伝統工芸がなくなるかもしれないという未来もあるみたい。40代の職人さんが一番若いぐらいで、まあ今回のこの商品、その伝統工芸の支援であり日本の伝統工芸を世界に広めるという支援にもなると思っています。で実はアイリさんってめちゃくちゃパワフルな、もうパワフルネイリストアイリさんって勝手に言ってるんですけどマジパワフルなんだよね。8月にもうニューヨークに移住してしまいました。彼女は、はい、行ってしまいましたその前にちょっとねご飯とか行ったんだけど、まあなんかもう家族で移住するって言って、もうビザも取れたしもう行ける準備はできてるみたいな感じで、まだ住むとこも決まってないのに行っちゃったの、すごくない？私にはできんわと思った。ニューヨークでこういろいろ活動してるんだけど、アイリさんのストーリーをねインスタグラムを多分一番更新してるのかな、ストーリーがね毎日毎日こう上がるの、超リアルなストーリー、めちゃくちゃ面白いですよ。だからもし気になる方ぜひ覗いてみてください。アイリさんのインスタグラム、もうまだだって行ってそんな経ってないのに芸人の村本さんとご飯とか行ってたわすごい、とにかく行動力があってすごい子なんですけど、だからこう私もちょっとお手伝いしたいなっていう気持ちで今回動画撮りました。今回この動画でもし反響があれば、このトラディショネイル、伝統工芸ネイル改めトラディショネイルと、マイニーがもしかしたらコラボできるかもしれない、マイニーコラボ商品みたいなのができるかもしれないから、なんかちょっとそれも私やってみたいなと思ってるのでなんかぜひご興味のある方支援していただけると嬉しいです。はい、であとはもしかしたらこう今アイリさんがニューヨークに行ってるから、まあ、まだね行ったばっかりだから結構バタバタしてると思うんで、まあ、もうちょっと慣れたらね私も遊び半分仕事半分みたいな感じでニューヨークに行って見たいなっていう気持ちもあるんで、ぜひ支援お待ちしております。はい、今回のこの商品なんですけど、常に販売されてる商品と季節限定で発売されるのがウィンターコレクションかな、でこういうブックになってるやつで、これも多分なくなり次第終了っていうやつだと思いますので、動画内で見るとしっかり見れないと思うのでサイトをね見てもらえればいいかなと思うんですけど、購入は楽天アマゾンとかでは買えなくてトラディショネイルのサイトのみで購入できるので、 LINE を登録してもらうとそこに購入サイトに飛べるところがあるので、商品を見て購入っていう感じで、今回は特別にお得に購入できるクーポンも用意してくれるということだそうです。まあ、ちょっとお値段がまあ高いかもって思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、もう私的には一個一個全部手作りの、しかも伝統工芸品を作ってる職人さんが作った同じものは一個もないっていうのを考えるとお得なんじゃないかなと思ってます。でやっぱりこれは使ってみていただきたい、実際に見た方がめちゃくちゃ綺麗だから、このラデンサイフレークも買うかな、なんか赤と、はい、なのでぜひちょっと興味のある方覗いてみてください。今後も楽しみ。あでさっきアートに使った商品で漆があったと思うんですけど、漆フレーク、まあ、ちょっと漆ってアレルギーとかどうだ、かぶれとかどうなのって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、このトラディショネイルやり始めて9年なんだそうですけど、9年間今のところかぶれたっていうお声はないそうなので大丈夫なのかなとは思うんですけど、アレルギーがあるよって分かってる方は、まあ、控えた方がいいかもねという感じでした。いっぱい喋ったワクワクしますね。アイリさんのストーリーとかも毎日毎日見てるんですけど、毎日毎日更新されるから楽しそうだし、なんかすごい刺激を受けるし、実際に会って喋ってとか話をするとやっぱパワーがすごいんですよね。だからなんか私もすごい応援したいなという気持ちで今回動画を撮りました。一応概要欄の方にも情報を載せておきますので、そちらもご覧ください。はい、ということで今回はトラディショネイルの商品をご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。